将棋の藤井聡太八冠に豊島正幸九段が挑戦する名人戦の第三局が東京の羽田空港で始まりました。名人戦7番勝負の第三局は午前9時、東京大田区の羽田空港第一ターミナルで藤井八冠の先手で始まりました。藤井八冠は並行して行われている栄養戦5番勝負では、 2日の第3局で負けたため1勝2敗となり8冠の維持に後がなくなりました名人戦では連勝していて第3局も勝って3連勝で名人の初防衛に王手をかけたいところで前夜祭では精一杯頑張りたいと話していました一方5年ぶりの名人返り咲きを目指す豊島九段は第3局に負けると後がなくなるのでまず1勝したいところです 前夜祭では第2局では結構早い段階で不利になってしまったのでそういったところも修正したいと話していました名人戦は持ち時間が9時間の2日制で勝敗は明日夜に決まる見込みです